時は大正飢餓アジト無限の城慈悲ない無残集めしは主君のためにと喰らいて より強くなりける不死身の鬼たち今宵無限無残パワハラ会議始まり始まりさあ、神戸を垂れて筑波へ平伏せよ。申し訳ございません。お姿も気配も異なっていらしたので。誰が喋っていいと言った？貴様らのくだらぬ意志で物を言うな。私に聞かれたことのみ答え。私が問いたいのは一つのみ。なぜに貴様らはそれほどまでに弱いのか。十二鬼月に入れたからといって終わりではない。そこからが始まりだ。より人を喰らい
より強くなり、私の役に立つための始まり。ここ数百年、十二鬼月の上弦の月は変わらない。しかし下弦の月はどうだ、何度入れ替わった。そんなこと俺たちに言われても。そんなこと俺たちに言われても。思考が読めるのか。まずい。何がまずい、言ってみろ。私より鬼狩りの方が怖いか。いいえ。お前はいつも鬼狩りと遭遇した場合、逃亡しようと思っているな。いいえ、そんなことありません。私はあなた様のために命を懸けて戦います。お前は私が言うことを否定するのか。的にどれほどの猶予。お前はどのような役に立てる。今のお前の力でどれほどのことができる。血を、あなた様の血を分けていただければ、私はより強力な鬼となり戦います。なぜ私がお前の指図で血を与えねばならんのだ。甚だずうずうしい。身の程をわきまえ。違います。私は。黙れ。何も違わない。私は何も間違いない。すべての決定権は私にあり、私の言うことは絶対である。お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことは正しいのだ。お前は私に指図した。死に値する。どうか私たちに最後のチャンスをお与えください。お気に召さなければ命を差し上げます。ほう、覚悟だけは立派なものだ。では一人ずつその力を見せてみよう。ただし一時も気を抜くな。
もできないのか？常に命を懸けて音を奏でろ。